ですね、トイストーリーホテルに行きたいと思います。イエーイ。ニコタン見えてる？見えてる見えてる。イエーイ。今回ね、私たちこの3人にとって初めてのディズニーホテルに選んだのがトイストーリーホテルなんです。ここ左見て、あ、ここ左ね、オッケー。見えた、あ、ちらっと見えた。じゃあもう見えてきたのでね、一旦今ね、1時なんですよ。でチェックイン時間はまだ先なんだけど、とりあえず荷物を預けたりちょっとホテルの中を散策したいと思うので、今日は早めに入りたいと思います。ということで今回はね、トイストーリーホテルに泊まる動画になるので、もしよかったらぜひ皆さん最後までご覧ください。イエーイ。ファンタジースプリングスホテル、そこにあるじゃん。そうなんだ、この位置か。待って、どうやって入ればいいの？あ、ここか。で、ほんとすぐ目の前にトイストーリーホテルがある。すごい、これもまたちょっと残酷な話を、私にとっては。私なんかファンタジースプリングスホテル頑張ってめちゃめちゃ調整したけど取れなくてね。じゃあ5時5分になった。やってきます。まもなく順番になりますって書いてあるけど、もう頑張りしちゃってるんだもん。すごいよね、これで取れた人って奇跡だよね。これで取れた人ってすごいと思う。3分だもん。ほんとたった3分で何百室っていうホテルが埋まっちゃうんだもん。あ、でもなんか今回はまずはトイストーリーホテルをめっちゃ楽しみたいと思います。イエーイ。ホテル現実オンリー。はい、ここで、はい、こんにちは。じゃあ館内のガイドマップ渡します。ありがとうございます。駐車場の簡単にご案内させていただいてもいいですか？はい、お願いします。はい、こちらの立体駐車場なんですけれども、はい、ご出庫までにこちら駐車サービス券というものをご購入お願いしております。ご購入する場所が駐車場1階にございます券売機で、現金でご購入をお願いいたします。車止める前にエントランスでお荷物が下ろせますが、いかがされますか？あ、そうしておきます。かしこまりました。はい、ここは止まれを曲がらずにまっすぐ坂お上がりいただきますと、エントランスございます。お進みください。ありがとうございます。駐車場入る人はこっちなんだね。で、私たち荷物を止めたいので、ちょっとこのまま進みます。わー、あー、見えてきたー。おー、すごい。かわいいね、ほんとだ。すごいカラフル。すごいカラフル。ほんとかわいい。では、それではね、到着したので、とりあえず荷物を預けたいと思います。何しろ荷物がいっぱいあるので。ごめんね。うん、先に預けといて。わぁ、すごい。なんかもうテンション上がる。めっちゃかわいい。駐車券をお取りください。契約者の方はボタンを。今ね、ここの駐車場のゲートをくぐってそこに止めたんですけれども、そしたらね、すぐここにお手洗いがあって、でここにね、あの上の階から下の階まで来れるエレベーターがあります。でここのすぐ目の前に、さっきね、あの駐車場の方が言われてた駐車サービス券を購入するところがあるので、ここで今回一泊だけするので、一泊分の駐車券を買いたいと思います。今ですね、私出口が分からなくて、私本当1階のね、すぐ入ってすぐここに止めちゃったもんだから、あのどっちに向かってホテルに向かえばいいか分かんなくて、今ね、車出てきたここに、ここから出ていこうとしたんですよ。そしたら、あのこっちの方からあの可愛い道につながるあの歩道があるので、そっちを通って行ってくださいということでね、教えていただきました。そりゃそうだよね。だってさ、ここ車通るところでさ、歩く場所がないのに私こっちに来ちゃって、ちゃんとした道はないんですかって思いながら歩いてたからよかったです、ちゃんとした道があるそうです。あったここにちゃんと道がある、ここから出た方が良さそうです。
でにね、この駐車場からこのホテルに向かうこの道がめちゃめちゃ可愛いです。あの今ね、あそこに遊んでる子どもたちの、ね、年齢をちょっと想像するに、多分ね5歳くらいまでの子たちがねめちゃめちゃ喜びそうな感じの雰囲気なんですよ。もちろんニコタンもねめちゃめちゃ楽しむと思うけど、本当ここはねもっともっと小さい時から一回連れてきてあげたかったなって、ちょっと今になって思うような感じのホテルです、もうすでに。あ、それではねちょっとね入ってみましょう。ニコタンたちもお腹に入ってるからね。あ、いたいたいた。あ、お土産売り場見てたの。そうなの。どうだった？すごかった。すごかった。可愛かった。本当。あ、涼しい。あ、涼しい。No, no, no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe so.普段はこれセンチ表記なのかインチ表記なのかな、どれどうなんだろうねここにはあのテレビが見れるようになっててね、でそしてこっちにお土産屋さんがあって、でここはフロントデスク、でそしてあっちの方にゲストサービスがあります。あ、そうなんだ、あっちに荷物預けた。そっかそっか、まだチェックインの時間じゃなくて、早く来た人はあそこに荷物を預けれるっていう感じなんだね。そうなんだ、なるほど。これは宇宙の彼方へ行くためのエレベーターがあるところだね。でそしてパソコンを預けることができなくって、でそしてこっちに、あ、ロッカールーム、あ、本当だ、すごい PC ロッカールームっていうのがあるんだ。へえ、面白い。これは無料なんだ。無料だったか。無料なんだね、すごい。パソコンだけはここで預かるっていう感じになってんだ。本当だ、ママたちのパソコンちゃんと預かってもらってる。ニコタンがねめちゃめちゃ気になってたお土産売り場を散策してみたいと思います。あ、かわいい。かわいい。ほら、ハムのペンケースも、あ、すごい触り心地いい。なんだろうこれ、貯金箱っていうことだからちゃんとお腹にこんなのついてんだ。シールをテープみたいにして。あ、へえ、あ、本当だ、かわいいね。ロッツもさ、こうやって見てるとすごい可愛いんだよね。ニコタンはもう怖がって、あの、欲しいと言わないけど。本当だ、可愛い。これなんか全然違和感ないね。いいな、これ。これいいね。これ欲しいな、ママ。へぇ。可愛い。あ、これも可愛いじゃん。へぇ。本当、意外とママこんなの好きだよ。これかわいい。あ、これいいじゃん。え、いいんですか？大丈夫なんです。はい、かわいい。長細いクレヨン、はい。あ、しかもこれって鉛筆削りもできる。削りながらできるんです。珍しい。ちょっと、あ、ここ使ってていいんですか？あ、大丈夫ですよ。あ、大丈夫。あ、よかったよかった。ちょっとママ見ててもいいじゃん。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃん、これパンツいいじゃん。こんなん買って帰ったらピンクなんかいいんじゃない。ピンクなんか、あ、でもこれ麺100じゃないわ。このパスタスナック結構美味しいんですよね。お土産にね持って帰ったら結構人気だった。すごい、かわいい。カンカンがかわいいな。出てる出てる、ファンタジースプリングスのカンカンのお土産。中もなんかやっぱちょっと高級感あるね、ファンタジースプリングスのやつ。ラプンツェルも。これはさ、なんかこのホテルの思い出にこれは結構いいかも。あー、でもさ、値段が13,000円。いや、このホテル自体がレゴみたいだからさ、なんかこういうのちょっとリアルでいいよね。こんな感じになるっていう。反対側はこんな感じになってる。これかわいいなあ。これ麺100なの？なんか触った感じ麺100には見えないけど、あ、これりょうちゃんにいいかも。ちょっとちょっとこれ当ててごらん。めっちゃ似合うよ。しかも麺100。頑張ってます。で、ね、こちらにねフロントがあって、でここをね出ると外にまた行ける道があるんだけど、ちょっとね
ここの道を通り過ぎてこっちの方に行くとコンビニがあるのでね、ちょっとそっちも覗いてみたいと思います。じゃん、ね、でほらここね、なんかねほらウッディとかさボーとかがさこのホテルを建てたみたいなブロックで、そういう絵なんだって。あ、そう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 。でね、ここにねアネックスラウンジっていうのがあるんですけれども、多分ねそういうカードを持ってる人が専用で入れるラウンジなんですよね。でここにはロッツォガーデンカフェっていうところがあって、ここは明日の朝利用する予定なのでね、今日はここではいただかないんです。でここのホテルにはこんなコンビニがあって、ちょっとね気軽に何か軽食を買えるようになってるので、ちょっとこの中も覗いてみたいと思います。ミニフィギュアも置いてあるんだ、かわいいね。本当だ。ってことはなんでかセンス好きなんだよね。雨が降った時用のね傘もちゃんと置いてあるね。ショッピングバッグもある、かわいいね。あ、なんかさちょっと凝ってるねこれすごい、めちゃめちゃ刺繍凝ってる。こんなショッピングバッグあるんだと思ったら、なんと値段がそれなりにするそりゃそうだな。こっちはまあだいたい2000円くらい。かわいいねこれもね。時間がもう今昼の1時とか過ぎちゃってて、2時かな、もうそろそろね、そんな感じなので、ちょっとお腹空いてるから今みたいな時はね本当にこういうところで買って食べてもいいかも。これかわいいね。これは多分だけどあれなんじゃない、タブレットなんかお口にポンと入れて。あ、かわいい。これこれいいね。あ、リトルグリーンメンのフィギュア入り何か。リトルグリーンメン好きな人はここにこんなのがあります。ここはね31のアイスクリームが買えるそうです。ただ値段はそれなりにしてる。31より高いかも。でもなんか普段ハーゲンダッツとかスーパーで買うと300円弱じゃないですか。それが今ここで500円くらいだから、やっぱりちょっと値段は高めの設定になってんだよね。ほらかわいいね。お水もこんな感じでディズニーのやつになってるんだけど、まあ値段は250円、ちょっとお高めの設定です。で今ね気がついたんだけど、ここにねホテル施設内でのご飲食はご遠慮ください、客室敷地外でお召し上がりくださいって書いてあるから、これチェックインしてホテルのお部屋の中に入れるまではこれは食べれないっていう感じになるんですよね。だからちょっと今私たちどっかでおにぎり食べたいなと思ったけど、ちょっとそれはできなそうです。チェックインまでは待たなきゃいけないって感じですね。そしてね今ね私たちここの外に出れるところにね行こうかと思ったんですよ。入り口とは逆側の外庭の方にね出ようかと思ったら、なんとねこちらの方はルームキーをもらって、そのカードをかざさないと外に出れないみたいなんですよ。だからだって今2時だからあと1時間待たなきゃいけない、うん、そう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 。ってことになるとちょっと私たち的には時間がもったいないんですよね。部屋にも入れないし、あ、そっちの方は行けるよ。そっち行ってみる。じゃあちょっとねでもねここだけで時間を潰すのはもったいなさそうなので、ちょっとこの後ねどこに行くか考えたいと思います。
席していきたいと思います。ところで皆さん、このフラッグに込められた意味を知っていますか？これは私たちキャストとおもちゃの皆さんである、お友達である証拠でございます。もしこのフラッグを持っているキャストがおりましたら、皆さん声をかけて一緒にお写真を撮りましょう。そしてですね、本日お誕生日や何かの記念日、そして初めてトイストーリーホテルに来たよという方いらっしゃいますか？ありがとうございます。この皆さん、スペシャルセレブレーション。皆さんもですね、こちらのアイテム使ってたくさんお写真撮れますので、ぜひたくさんお写真撮ってみてください。それではいよいよチェックインをスタートいたしますが、皆さんで一緒にチェックインスタートの掛け声をしたいと思います。私がレッツと言いましたら、皆さん右手をですね、大きく上に上げて一緒にプレイタイムとお願いいたします。なので、はい、でお部屋の鍵がもうこちらになるので、この5885室こちらのロビーのエレベーターから1階までお上がりください。わかりました。で結局もうチェックインしてお部屋に行くことにしました。でそしてね、入り口入ってすぐ右手のところにウェルカムドリンクが設置されているので、ちょっとそれをいただきに行きたいと思います。そのままドリンク飲んでいってください。ウェーバーモーター、ボタン黄色いくね。よかったらお口に入れてください。嬉しい。ふぐたの黄色、こっちの方がちょっとまだなんかこう大丈夫そうだけど、なんかママがっつりがっつり青いきます。あ、なんかポカリっぽい感じ。あ、ポカリっぽいんだ。おいしい。スポーツドリンク、うん、すごい、もうすでに疲れてたからちょうどよかった、嬉しい。すごいなんかね、りょうちゃんがオンラインチェックインしてくれてたので、すごいスムーズに入れました。あ、本当だ、なんかスポーツドリンクだ、うん、模様だと思っちゃうじゃん。模様だと思っちゃうね。ボタン押して、ボタン押して。今回私たちが泊まるのは5階です。すごい、ウッディとブルーサイ。本当だね。こちらウッディ保安官5階に到着。すごい、ウッディ保安官が5階を案内してくれた。どこもかしこもなんかおもちゃな作り。あ、写真スポットがある。え、これ写真スポットなの？鏡。あ、鏡か。今回ね、オンラインチェックインしたらこんな鍵がもらえました。はい、あ、もういいんじゃない。なあ、今だ今。あ、なんだなんだ、なに、あ、いた。あ、いた。どういうこと。あ、ハッチしたぞ。ニコタの親指のさ、爪が当たってさ。あ、そうなの。あ、おい、じゃあなんかよく分かんなかったけど入れたので入ります。スリッパだ、スリッパだ。あ、かわいい、すごい。おい、あ、大丈夫だよ。あ、アンディって書いてある。ニコタン、アンディのおもちゃになるんだ今日は。今日一日はニコタンはママのニコタンじゃなくてアンディのニコタンになります。すごい、すごい、あ、すごい、すごい、めちゃめちゃ景色のいいお部屋だね、ここ。すごい、すごい。あ、この中庭がみんな見れるよ。そう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 、これがさ、また夜になったらさ、すごく綺麗に光るんだよ。しかも海も見える。ミッキーの手。
腕時計がミッキーの手だ。かわいい、この時計欲しいな。あら、かわいいじゃん。ただちょっとベッドは狭いね。これだとニコタンが落ちちゃうね。やばいな、ちょっとこれはなんとか対策しなきゃだね。ほんとだ、ポストカードがある。かわいい。かわいい、いいね。ね、はい、それではね、改めてルームツアーをしたいと思います。さっきね、ここでちょっとあの孫つきましたけど、なんとかここであの入室できて、でそして今ね、こんな感じのお部屋に入ってきました。でね、あの入ってすぐのここのところにね、このね、あのスリッパがあって、でみんなのやつにやっぱりアンディって書いてあります。ニコタンのやつにもね、一つのポイントなんだよね、ここのホテルのね。入ってすぐレックスのなんかポスターみたいな感じになっててね。で、あのすごい広々と入り口が取ってあって、うん、私たちめちゃめちゃ荷物多いんだけど、このね棚に全部収まりきりました。ここさ、うん、ここさ、あの、うん、アンディの部屋の壁紙なんだよね、これね。そうなの、うん、へえ、あ、そっかそっか、アンディの部屋の壁紙なんだ、うん、そう、さすが。で、これほら、ウッディのなんか切手みたいなのが、あ、ほんとだ、すごい、かわいいよね、一つ一つがね。じゃあまずお部屋の中見ると、こんな感じでね、ハンガーかけてあって、カラフル、そう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 、かわいいね。でニコタンのドレスもかけました。でそしてね、さっきも見せてくれたんだけど、こんな感じで時計がかけてあります。ミッキーの手ね、あの今ね、実はね、さっきね、あの一旦入室してからまた下に降りてね、あのカートをあの返しに行こうと思ってね。でそしてついでにあのコンビニでお腹空いたので、あのちょっと軽食を買ってきました。でここにね、ポットと、ところで突然ですが、こちらの容器一体何だろうと思っていたんですけれども、なんと各階のエレベーター付近に製氷機とウォーターサーバーがあったらしく、水を入れるための容器だったらしいんです。私たちはそれを知らずに滞在中は水やお茶を買って過ごしてしまいました。これから宿泊される方はぜひ参考にしてみてください。なんか氷入れるやつとかね、いろいろあって、ティッシュがあって、でテレビはこんな感じで、テレビの枠がまた可愛くてね、おもちゃみたいな感じになってます、うん、なんかスケッチのさ、うん、ああいう感じだよね。スケッチわかる？わかんない。え、あ、あのお絵かきの、お絵かきの、あれっぽい感じの、あれっぽい感じなんだ。で、そして、で、こっちの方にはね、ライトがあって、どんな風につくんだろう。あ、なんかこれも可愛いね。で、そしてあのハムのね、こんなシールみたいなの貼ってある感じで、で、ちょっとしたテーブルがこんな感じで置いてあるんですよ、椅子とね。緑も、そうそうそう、カラフルで可愛い。カラフルで可愛い。で、お部屋は全体的にめちゃめちゃ広いんだけど、あの食べるところはすごく少なくてね、椅子一つ、あとこれ一つだね。で、そしてあのこのベッドのところもね、こんな感じで、ね、なんかこういうのがあるんですよ。で、ここになんか USB ケーブルさせるところとかね、あのコンセントとかね、あるんだけど、かわいい、かわいいね、これ爪木みたいだね。そう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 。そしてこのね、バケツみたい、バケツみたいになってる、かわいい、ほんとこれ、うん、これも電気つけたらどうなんだろう。ん、あ、電気、あ、かわいい、あ、お星さんの電気だ。すごい、このスイッチ、あ、これのスイッチはここにあるんだね。なるほどなるほど。で、あの、あ、かわいい、アンディが書いたあのウッディとあのバズが、本当だ、あのバズのあのあれが、あのポスターが、これもかっこいいね、なんかね、ね、これはなんか本物のポスターっぽい感じ、ね、でそしてカーテンがまたね、これがお星様柄でね、ウッディのさ、なんかあの保安官の、うん、あ、そっかそっかそっか、バッチの、バッチの柄なんだ。じゃあこれはね、すごい一つ一つ凝ってるね。でそしてさっきもね、あのお見せしたんですけど、ここの中庭がこんな感じになってて、あの外に出なくても景色がめちゃめちゃ見えて、ここからでもね、なんかこう楽しさがあの伝わってくるような感じです。パンフレットもらったじゃん。うん、クイズもあるんだよ、ホテルの中でなんか調査するやつ。うん、なるほど、こういうのに参加できるってやつなんだね。トイストーリーの世界観を本当にこのホテル一つに集約したって感じのね、うん、あので私たちがおもちゃっていうコンセプトだから、本当になんかめちゃめちゃね、あの本当に可愛いんですよ、全体が。でそしてね、今ね開けてみたら、この中は金庫が入っていて、でこの中は可愛いバツの柄の
部屋着だね。カンナギみたいな。そう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 。でこの下は？あ、もう一着。これは子供用か。なんかサイズが違うのかな。うん、そうかも。ちゃんと3着入ってます。で懐中電灯も置いてあるし。でそしてでこっちの方にはこんな感じでね、多分ドリンク、コーヒーセットだね。そしておせん茶も入ってて、マグカップがここに置いてあります。でこちらが、あ、そうだね、ここはよいしょ、冷蔵庫になってます。で入り口入ってね、すぐ左手のこっちの方に来るとこんな感じで洗面所があります。でちっちゃい子供でもね届くようにちゃんとあのこういうのが置いてあるのと、あとゴミ箱と、あとなんかあの着替えとかをね置いておけるものと、あとドライヤーがこちらに置いてあります。でティッシュがこっちにあって、でタオルはこちらに2つ、こちらにも2つ。であの右手にあるこちらの方が足拭きマットになっているので、こっちを開けるとこんな感じでバスルームになってます。このキャラいたよね、誰だったっけ、ほらあのほこりかぶってあの声が出なくなってたペンギンさん、誰だっけ、誰だったっけな、待って思い出せない、名前思い出せないね。あのほこりかぶってあのペンギンのね、そうそう、なんかウッディが助けてくれた、そう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 、だったっけ。そうで、お、珍しいね、こっちにタオルが置いてあるんだ。こっちに合計4つのタオルが置いてある。シャンプーはこんな感じでね、あの動かせない感じのやつになっていて、シャワーはもちろんね可動式で、本当にあの作りとしてはお家のお風呂みたいな感じで入れるので、めちゃめちゃねゆったりできると思います。そして反対側のねこの扉を開けると、こちらがねお手洗いになってます。このね洗面室の方の、壁紙は全体的にあのパズルみたいな感じになっててね。でそしてこっちに何かあるのかな、あ、こちらもね何もなくパズルの壁になってます。うん、明るくてそしてね可愛いですね、全体的にね。でそしてあのここにコップがあり、でそしてこちらに顔と手のハンドソープがあって、でこちらの方にはこんなアメニティがついてます。ヘアゴムと綿棒とあのコットン、これは体洗うタオルで、こちらが手触りでいうと櫛と、あと歯磨き、これもねトイストーリーのマテルのロゴが入っていて、とっても可愛い作りになってます。ということでね、今回私たちはねここのホテルに一泊したいと思います。リコさんどうですか、初めての。可愛い、とっても可愛い、とっても可愛いね。今日はここでは晩ご飯は食べずに、明日の朝ここで ご飯食べるんだよね。ちょっと早い時間で起きれるか分かんないけど、6時。でもまあちょっと今日早めに寝て、早めに寝れるか分かんないけど、ちょっと明日にねあの備えたいと思います。とはいえ今からディズニー行くんだよね。まあちょっとなんかこういろいろとね忙しくなりそうなんだけれども、あのとりあえずあの流れに身を任せて持てる力で楽しみたいと思います。かわいいこのホテル、よかったね。うんうん、すごい今ねちょっと一安心です。なんかねこのベッドがねあの2つくっつけることができない感じになっていて、あれなんかもう一台ベッドってなかったっけと思ったらここにありました。え、じゃあニコさんさ、ここさ起き上がったらすぐここが見えるってこと。ああ、そういうことだ。じゃあ決定ニコさんここで。いい、それでいいよ。本当寂しかったらママこっち来てあげるから。本当超嬉しい。これはニコさんのね言う通り、ここからもうここの景色がめっちゃ近いからね、かなり楽しめるよね。滞在中この景色を見て過ごせるっていうのは本当ウキウキしちゃう。私たちですね、今いきなりねリゾートラインの駅のところにいるんですけれども、今ディズニーランドに行ってきました。今日はね5時から9時までのやつで、あのレイトチェックインのやつでねディズニーランドに行ってきました。で今からねあのトイストーリーホテルに帰るところです。思ったのがやっぱりね、車で来るのも便利だし、まあ、車に乗ってしまえばすぐにホテルに行けるのでね、あのそれはそれで楽ではあるんだけど、なんかこうディズニーランドに行った後にまたこうしてねなんかこうディズニー気分を味わえるっていうのはすごい特別だなって今日はね改めて思いました。なんかいつもだったらもうこれで帰って、あ、なんか夢から覚めちゃったみたいな感じなんだけど、
今日はまだねこれからトイストーリーホテルに行ってちょっとなんていうの疲れてるからもう多分お風呂入って寝るだけなんだけど、ちょっとやっぱり夢の続きがまだあるなと思うと、ちょっとニコタンもねなんかこうなんだろう落ち込まないっていうかね、いつもニコタンって本当はあんまりそのところは お見せしてないんですけど、ディズニーランドの帰りめちゃめちゃ落ち込んでるんだよねねニコタンね、今日はこの後もトイストーリーホテルにね戻れるので、ちょっとニコタンの中ではまだ大丈夫だよそうだよね、初の機会でも確認が取れます。あ、そっかそっか、入館のために確認が必要です。なんかルームキーがあればいいって言われてるんだけど、このルームキーがねすっごいなんか出すのに時間がかかるの。だからねちょっと忘れ物した時でも結構このルームキー出していちいちかざさないといけないっていうのが、やっぱりカードキーの方がちょっと便利だなって思っちゃいます。ありがとうございます、帰りなさいよかったね。わー、夜も綺麗だねここ。やっぱり朝までこのね点灯してるわけじゃなくてね、なんか夜の12時だったか1時だったかには消灯しちゃうみたいなんだけど、それまでの間はこうやってね電気ついてるから、めっちゃまだ夢の国感がすごい。おもちゃの国だよねここは。すごいめちゃめちゃ可愛くて、帰ってくるのがすごく嬉しいね。こうやってディズニーで遊んで疲れてるけど、ちょっとなんかこの可愛さを見るとちょっと疲れが吹き飛ぶ。はい、お風呂に入って、そして髪の毛乾かして歯磨きもして、今が10時半くらいなんですけど、明日はねご飯のために6時よりもっと早く起きなきゃいけないの。だからもう大変、ぐっすり寝てください。うん、このねニコタンが今寝てるところのすぐ隣でこの景色寝ちゃえばまあ見えないんだけど、寝ちゃえばどっちかっていうともうこうなっちゃう。起き上がれば起き上がればって感じだね。こんな感じです。6時10分じゃなかった？あ、6時10分じゃない、6時50分。あ、よかった。でもどっちでも早起きしなきゃいけないことは、まあそうだね、変わりないから、うん、そうだね。はい、ということでね、今日は一晩ここで寝て、でそして明日は早起きしてロッツォの朝ごはんを食べたいと思います。ただし私ニコタンはもう寝れるけど、私は今から洗濯しなきゃいけないしいろいろまだやることいっぱいあるから、ちょっとあれなんだけど、明日美味しい朝ごはんいただきましょう。イエーイ、イエーイ。じゃあ、外風吹いてるんですけれども、私ね今ね洗濯をしてて、でそれをね取りに行く道すがら今コンビニに寄ってきたんですよ。で本当はね夜の散歩来るつもりはなかったんだけど、ちょっとねあまりにもなんか雰囲気がいいのでね、洗濯をね取りに行く前にちょっとここに寄ってしまいました。やっぱりなんか一回は夜のうちにニコタン連れてきてやればよかったかも。すごい雰囲気が良くて、しかもあそこのトンネルなんてライトついてるから、あそこに連れてきてやればよかったかもってちょっと後悔しました。まあねこれが最後じゃないからね、またねこのホテルに来ればいいかなと思えばいいんだけど、でもなんかすごいここのね雰囲気が夜もすごい素敵すぎて、ちょっとなんか来ればよかったかなってちょっと後悔してます。
はようございます。おはよう。今日はパパに起こされた。そう、あの6時50分からの予約朝ごはんの、今起こされたのが6時45分で、多分もう50分になってると思うんですけど、今急いで支度してます。昨日は私あの洗濯してみんな並んでて、もうあの終わった後すぐ入れるみたいな、みんな洗濯機そろってなってる時代くらいだから一切故障しちゃって、で結局私は一旦熱を出て、でもう一回しばらくしてから行ったら洗濯機開いてて洗濯はできたんだけど、その後洗濯物を取りに行ったら乾燥機を潜ってることが分かって、で帰ってきて部屋の至るところに洗濯物を持ちました。例えば4人がタオルかけるところに T シャツ干したでしょ。こんな感じでもう本当に部屋の考えられる至るところに洗濯物を干してしまう。あとちょっとあの編集して、それからもうあの無理ってことで寝たんですよ。それが1時ぐらい。そしたら朝ね、もう寒くなって目が覚めて、こっちの受け取りで寝ちゃったから冷凍つけたままで寝ちゃってて、それが5時で、その時に昨日来るよかったんだけど、いや5時ぐらいまで大丈夫だろうって、6時50分ですかって、そもうちょっと寝るよって思ってた。起きたら6時45分です。ゆうちゃんに起こされなくて、今倒れてるんだった。やばい。多分朝食会場に着くのは多分10分くらいしちゃうと思うんだけど、今めちゃめちゃ急いで、もうなんかもうすぐ起きたし、ペってなって、いや急いで顔張ってやってるから、急いで朝食会場に向かいます。寝てもらえないってことはないと思うんだけど、7時4分だ、まあ、ちょっと予定より15分くらい増えちゃいます。いやー、めっちゃおしゃれ。ちょっと活動が活動見えないよ。やばいやばい、ちょっとみんな来てます。ちょっと遅れた、やばい。よかったね、でも起きれて。りょうちゃんが起きなかったら本当やばかったよね。ということで、かなり低いテンションからスタートしてしまった朝の様子をご覧いただいた後は、気を取り直して朝食会場に入っていきましょう。こちらはブッフェレストランロッツォガーデンカフェです。トイストーリーに登場する悪役のロッツォをメインキャラクターにした会場の壁面には、ガーデンフェアの名にふさわしく、ロッツォが仲間たちと一緒に果物や野菜作りを楽しむ様子が描かれています。会場はブッフェ会場と一体化した海の見える大広間と、その隣にあるアネックスラウンジとがあり、今回私たちはリトルグリーン面が見えるというアネックスラウンジの方に案内されました。あっちにする。じゃあ一番端っこの、あそこいいんじゃない。ピンクのところはダメだ、緑のところは。じゃあ緑のところに座ろう。さて、じゃあね、今からご飯を取りに行きます。ちょっとこっちの方だけリトルグリーン面が見える部屋ということでね、ちょっとなんかこう壁で仕切られてて、こっちの方がね、ちょっと海も見えるし賑やかでいいなって思うんだけど、ちょっと私たちはね、あっちのリトルグリーン面のいる方の部屋に案内されました。まあいっか、すごい賑やか、もう朝からみんなすごいね。もうニコタはね、一番最初に何を取るか決めちゃってるから、ここから動けないみたい。それでは早速朝食の内容をチェックしていきます。こちらは当然ながらトイストーリーのキャラクターをモチーフにした内容になっていて、中には可愛くて食べれなくなりそうなものもたくさんあり、子供たちが喜ぶこと間違いなし。まずはこうして歩いているだけでも目を楽しませてくれて、美味しそうというよりも可愛いから食べてみようという感じで手が伸びます。これはロッツォなんだ。ただいま、いつの間にか前で揚げたてサクサクのシナモンシュガードーナツが用意してあります。こちらのドーナツ、ビフラーに並んでおりません。ぜひこの機会にお召し上がりください。あ、じゃあ3個、あ、2個でいいです。2個です、はい、はい、ありがとうございます。うわ、本当だ、すごいたっぷりと、こんな感じで会場全体がとても賑やか。こちらは静かに朝食を楽しむというよりも、小さなお子さんが大声を出しても気にならないような雰囲気があって、周りを気にせずにお食事をいただけるのも嬉しいポイントです。私なんかはカメラを持ってブツブツ一人で喋りながら歩いているので、それも気にならないくらい周りがガヤガヤしているのって実はすごくありがたいんです。ブッフェの内容はやはりキャラクターを模したメニューがたくさんある中、それが適量ずつ小皿に分けてあって、混雑した会場でもスムーズに取ることができます。来る前は洋食が多いだろうなと思っていたんですけれども、意外と和食も充実していて、焼き鮭やご飯のお供、あえ物やお味噌汁などがあるのも私的にはとても嬉しかったです。とはいえこれだけ種類があるので、
和食に行きたい気持ちもありながら、ついつい見た目の可愛いものに目が行きがちで、これってどんな味だろうと想像しながら手が伸びます。少しずつ少しずつを意識してお皿に取り分けますが、そうは言っても全てのメニューをいただくことができず、こうして動画を振り返りながら、あれも食べてなかった、これも食べたかったのに取らなかったなんて、結構後悔が残ってしまいました。追加されましたってなるとわからないのかも。あれなんか変なところに置いてあった。ご飯入れて帰ってきたら、ウェルカム素敵な時間をお過ごしくださいだって、素敵だね。なんかあのロッツだけど大丈夫なの？大丈夫。ニコタンは今日はこんな感じで大好きなものをいっぱい入れてきたね。何が入ってんの？何も入ってない。え、本当？なんかロッツデニッシュみたいな。あ、ロッツデニッシュなんだ。何も入ってないけどロッツなんだ。ロッツ食べちゃったの？かかってて美味しい。よかったね。クロワッサンみたいな感じかな、ちょっと。たくさん入れてきたね。絶対焼きそば入れてだろうと思ったんだけど。そうだね、なんか好きなものがいっぱいあるね。これさ、今さ、私座ってみて気がついたんだけど、なんかグリーンバッグみたいだね。後ろ側をちょっとなんか加工できるかも。面白い。なんか入ってんの？入ってない。え、これも入ってないの？絶対これ中に入ってんのかと思ってたな。あ、そうなんだ。追いかけするっていうのが楽しいパンなんだ。はい、ママもちょっと取ってきました。全然見栄え的にはちょっとあれなんだけど、とにかく食べたいなと思ったものを取ってきました。ふーちゃんが言うにはカレーが美味しかったらしい。ちょっともらってみます。魚介のカレーって感じの。シーフードカレーって感じ。あ、そうだったんだ。なんか甘くて美味しいね。確かに。これはなんだっけ、コーンチャウダーかな。コーンチャウダーだって。ちょっと塩気が効いてる。ちょっと塩気の効いたね。うん。クラムロワイヤル。すっごいこっちは薄味の茶碗蒸しって感じ。すごい美味しそうだったのがね、これ。おいしい。見て、ドマイのお稲荷さん。なんかこんな小ぶりだから食べやすい。今ね、一通り食べて、で、これさっき取ったやつ、このね、ガリガリの砂糖がついてるやつ、ちょっといただいてみたいと思います。匂いはめっちゃシナモンシュガーでめっちゃ美味しそうなんだけど、いただきます。油たっぷりで揚げてあって、これさ、あのバター効いてるパイ生地をさらに油で揚げてるから、結構油がジュワって感じに、砂糖がめちゃめちゃかかってるから、すっごいハイカロリーだと思う。これはなんかカロリー気にしなかったら1本食べちゃうとこだけど、ちょっとカロリー気になるので半分はりょうちゃんにあげます。油がいけます。本当でしょ、ね。そうだよね、砂糖すごいよね。油もある。そうだよね、油すごいよね。美味しい。猫たんが今食べてるのはオレンジゼリーです。
なんかオレンジたっぷりだね。それにオレンジとあとなんかデニッシュパンみたいなのとメロン。ママはなんかルーちゃんのカレーがすごい美味しかったからちょっとだけ入れてくると思ったんですよ。そしたらなんかね、下からグイッとかき混ぜてみたら下の方にすっごい具が沈んでて、カレー取る人はね、表面だけすくっちゃわないで下の方グイッとかき混ぜてみてください。そしたらすっごい具が下の方にゴロ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 沈んでるので、りょうちゃんもさっきかき混ぜずに上の方だけひょいって取っちゃったんだって。だからあんまり具がなくて本当にルーだけのカレーだったんだけど、なんとびっくり、下の方拾ってみたらこんなになってた。すごくない？この具の量。多分みんな知らないで上だけすくってる人が多いんだよ。これなんか中に入ってるじゃん。ソースみたいなのとクリームと、これは美味しいらしいです。でね、さっきちょっとね、ここのテーブルの上がね、もういっぱいだったので、お皿を下げたんですよ、お盆ごと。そしたら、なんとね、ロッツォのシールをもらいました。よかったね。フェラテと、パンプディング、コーヒーゼリー、そしてデザート各種をちょっと持ってきてみました。本当はもっとたくさん種類があって、食べたいんだけど、もう絶対入らない。なんかこれでも入らない。協力してもらえるとありがたい。パンナコッタとかもね、3種類くらいあるから、いただきます。あ、これ美味しい。これはね、ロッツォのパンプディング。食べてみる？どう？パンプリングだって。いただきます。熱々だ。これ結構美味しい。熱々 でコーヒーゼリー、結構苦めのやつです。ミニケーキ、ニコタンが美味しいって言ってたのでちょっと持ってきました。この中で言うとパンナコッタが美味しかったです。ちょっとずつで十分って感じだね。そのちょっとも加減しないと、食べたいならちょっとずつちょっとずつ入れないと入らないね。ありがとうございます。またもらっちゃった。あげる。お腹いっぱいになったところで、部屋の窓から見えていた中庭に行ってみます。ニコタンとりょうちゃんがここに入るのは初めてで、この日は晴れていたこともあって2階へのアプローチがとてもすがすがしかったです。このなんか階段登っていくときさ、おもちゃと一緒に空しか見えないからさ、そのなんかこうまだおもちゃが見えないワクワク感っていうのもあるよね。朝食とお散歩を済ませたら、一旦部屋に戻って室内干しをして半乾きになった状態の服を集めてランドリーに行きました。昨晩はめちゃくちゃ混んでいて断念した乾燥機なんですけど、朝は結構空いているので、一旦夜のうちに部屋干しをしてから朝乾かすのも悪くないかもしれません。ランドリーはすごい清潔に保たれてるみたいで、入ってもね、なんかこう汚みたいなところはないんですよ。で、こちらの方にはね、両替機が設置されていて、合計10台の洗濯機と10台の乾燥機があるんですよね。ただこちらの1台が故障していて、でこれだけでも昨日はすごい不便でね。っていうのはもう昨日の状態を説明すると、もうここにすっごい人がここの椅子みたいなところに座ってみんな待っててね、洗濯機が開くのを。でも乾燥機も開いてないし、 で私は乾燥は断念して洗濯だけして昨日は部屋に帰りました。でそして部屋の至る所に実はね、洗濯物を干して過ごしました。
ランドリー自体は3階のフロアに来てもうすぐ目の前の分かりやすい場所にあるので全然大丈夫なんですけど、ただ時間帯によってはめちゃめちゃ混むので、それがすっごいやばい感じです。だからパークから帰ってきての10時11時あたりは結構混んでる時間帯なので、まあ、それだったらむしろ朝やっちゃった方がいいのかもっていう感じです。りょうちゃんが決済できなくて私たち出れないんですけど。あ、そうなんだ。ディズニーは不正利用が多いということで、利用制限がかかることが多いらしいです。でも不正利用が多かったらちょっと困るんじゃない？不正利用されたらどうするんだって。かなりカードの決済が結構ハードルが高くて、昨日までは大丈夫だったけど、今日も1回かかったんです、パークチケットカード、SMS メールで来て、それで本人確認をして、大丈夫だったんだけど、2軒目のホテルのやつやろうとしたらそれがダメで、不審者だって。不審者扱いだ。で、ニコタマも起きたのかな？まだ起きれない。耳だけつけてんだけど。戦闘態勢に入りかけてるけど、まだエンジンがかからない。りょうちゃんのその決済が終わるまでは、ちょっとママはニコタのこの動画を編集していたいと思います。やっと生産できそう。生産はできる。あれ、ここのホテルって47,500円なんだっけ？そうだよ。いや、そんな高かったっけって。そのなんか一番安いからここでした。え、マジで？次もっと高い。こう。いくらだったっけ？次なんか10万ぐらい。楽しみだよ。金払わない人。金払う人。いいよいいよ。はい、それではね、今からホテルを出たいと思います。2階ロビーに到着。思いっきり楽しんできてくれ。楽しんでくるよ、ウッディ。このホテルとも今日さよならです。どうですか？楽しかった。楽しかったね。ちょっと寂しいね、やっぱりね。まだまだちょっと楽しみは続くんだけど、でもやっぱりこのホテル楽しかったからちょっと寂しいね。そして私たち今もう生産も済んだんだよね。ということで、じゃあ次ね、次の場所に向かいたいと思います。でそしてね、この格好からもうお察しの方もいらっしゃると思いますが、今日もディズニー三昧で行かせていただきたいと思います。で私たちね、今回実はね、次もディズニーホテルに泊まるんです。でそのディズニーホテルに泊まるので、あ、すいません、ここから、次のホテルに荷物を移動させていただきたいんですけど、お願いしていいですか？はい。特に貴重品や壊れやすいもの、電子キケットはございますか？あ、大丈夫です。はい。わかりました。チェックインの際にこちらのお控えご提出をお願いいたします。はい、わかりました。ありがとうございます。出てしまうと中の取り出しが難しくなってしまいますので、ご了承お願いします。はい、わかりました。チェックインのお時間目安にお届けさせていただきますね。はい、わかりました。ではお預かりいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ミニーちゃんって言ってくれるんだよね、みんなね。ミニーちゃんすごい素敵ですね。ありがとうございます。ミキーと一緒に楽しんで。はい、ありがとうございます。ニコタン、ミニーちゃんだって素敵だね。だってよかったね、ニコタン。私たちね、今ね、またドタバタがあって、駐車券をなくしちゃったんですよ。で今もう20分くらいかな、すごい探して探して、最後りょうちゃんの財布から出てきました。最初みんな私のことを疑って何やってんだよみたいな感じで、で最後りょうちゃんに渡さなかったっけって言ったら、なんかそんなんあるはずがないみたいなね。いや、私りょうちゃんに渡さなかったっけ、なんか何だったら持っとくみたいな。私いつも信用されてないからボケボケで、だからりょうちゃんだったら持っとくとかって言って、私りょうちゃんに渡したような記憶があるんだけど、りょうちゃんがなんか
そんなことあるはずがないとか言って、で結局最後なんかね、一旦預けた荷物もちょっと返してもらって、しまうと中の取り出しが難しくなってしまいますので、ご了承お願いします。はい、わかりました。それでも出てこなくて、りょうちゃんのやつちょっと見せてって言って、私がりょうちゃんのカバンの中を漁ってて、りょうちゃんがついでに自分の財布を探してたら、なんとりょうちゃんの財布からあのとっても綺麗な駐車券が出てきたということで、最後はね、駐車場に入るのってどこ、あ、こっちこっちこっち、なんかもう最後はね、結局ね、なんかもう、あ、なんかいろいろ見て回りたいとか思ったけど、なんかそんな時間もなく、でそしてね、今日は今日で今から行くんですよ、なんだけどもう結局今もう12時になっちゃうから、もう今日もちょっとね遅くなっちゃったね。ということでね、こんな感じで私たちトイストーリーホテルとさよならです。とってもね楽しくて賑やかなホテルだったね。なんかこうカジュアルで居心地がいいし、すごいかしこまった感じはなくて、なんか本当にリラックスして入れるようなホテルでした。なんか本当カジュアルだったよね。すごいなんか逆にそっちの方がね、私的にはなんか居心地が良かったです。ということで今回の1泊2日トイストーリーホテルの滞在いかがだったでしょうか。もしね今回の動画を見て面白かったと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、この後でねディズニーランドでの様子とか、あとまたね次のディズニーホテル、そしてディズニーシーに行く動画もね上げようと思っているので、もしよかったらねそっちの方もぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。